デアフリンガー級巡洋戦艦は、ドイツ帝国海軍の巡洋戦艦の艦級で、同系艦は3隻である。ドイツ海軍では、大型巡洋艦に類別していた。本級は、ドイツ帝国海軍にいて、ザイドリッツの拡大発展型として設計された巡洋戦艦のクラスで、建造計画は1911年度予算で2隻、1912年度予算で1隻が追加され、 1912年から1913年に寄港した。その設計は全くの新設計となり、船体は平らかん型であるが、やや強い視野を採用。機関系統は重油と石炭を一緒に炊ける根性管を採用した。さらに本艦はドイツのジュニア戦艦の手法として、初めて30.5センチメートル砲を採用した。さらにべての手法等を、 艦の中心線上に配置したことにより、手砲塔の数は全球の巡洋戦艦より1機、少ないが艦首部分と、艦尾部分に2機ずつ、背負い式で配置し、良好な射角を得た。手砲塔1機分の軽量化により、装甲圧の増加、防御区画の拡大、水密区画の増加に回し、防御能力は、早期の土球戦艦並みとなった。本級は、 背負い式砲塔配置による重心上昇を避けるため、船体形状を平らかにパン船体とした。前球などと比較して、還元を下げた代わりに、艦首に顕著な視野を設けて、しのげなみ性の確保を図っている。前球までの特徴であった、水面下のカットオフ艦首はそのまま引き継がれた。同時期のドイツ船艦、巡洋船艦と同様、マストは、 見張り所程度を設けた短脚構造とし、その基部付近の環境上に即居技塔を配置した即的射撃式所が置かれた。竣工当時のリュッツオウ。まだュマスとは単足のままである。首相を三脚昇化したデアフリンガー。マスト上に即居技と射撃式所が新設されていた。複砲の15センチメートル砲は波浪の影響を受けにくい。 最上甲板上の側面に、原則ケースメート配置で片弦7機ずつ、計14機が配置された。なお一番艦の、デアフリーガーのみ、船体中央部に、船体バランスのための減水タンクを設けたために15センチメートル方が2機、減少して12機となっており、外観上の識別点となっている。ユトランド機戦後に、遠距離砲に適応した改装が行われ、 主砲行格の13.5度から16度への引き上げ、短脚式の全部マストの三脚型への改装、全部マスト中段への射撃式所設置、射撃式所への6メートル即距義装備、主砲塔への8メートル即距義設置などが実施された。主砲射撃を行う、デアフリンガー。本級の主武装は1911年型 SKL 50、5030.5センチメートル砲を採用した。 その性能は 405.5kg の砲弾を最大行角13.5度で16,200メートルまで届かせられるとされた。砲身の不行のみ圧式で、砲塔の旋回、砲弾の溶弾装填は主に電力で補助に人力を必要とした。砲身の上下角度は行角13.5度、深く8度で、旋回角度は艦首、干首 完備看板上のものは300度であったが、船体中央部のものは上部構造物に回を制限された。発射速度は1分間に2から3発であった。なお、1914年に行われた改装で方針の行革を16度まで引き上げる工事が行われて、射程距離が2400メートルまで延伸された。 この階層の代償として深くは5.5度へと低下した。本級の副武装は1908年型 SKL4515cm 砲を採用した。その性能は 45.3kg の砲弾を最大行角20度で 14,900m まで届かせられた。砲身の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に人力を必要とした。 方針の上下角度は、行角20度、深く7度で、左右の旋回角度は、甲板上に配置したものは300度であった。発射速度は1分間に5から7発であった。防空用に 8.8cm 単装広角砲2機、内し4機を装備した。水雷兵装として、60cm、水中魚雷発射管4機を装備していた。本級の機関は、 シュルツソーニクロフト式もしくは海軍型ボイラーを採用し、石炭線勝水管管14機と重油線勝管4機に、パーソンズ式直結タービンを低速型と高速型を一組として2組4軸推進の構成となっていた。出力は、デアフリーンガーとリュッツオーが63000馬力で、速力26.5ノット、ヒンデンブルクのみ72000馬力で、 速力27ノットと、わずかに向上している。後続性能は、デアフリンガーと、リュッツオーが14ノットで5600回り、ヒンデンブルクは6800回りであった。本級の武装、装甲配置を示した図。本級の防御方式は、ザイドリッツから引き続き、艦隊の推薦部を広範囲に防御する、全体防御方式を採用していた。 水線部は最厚部で 300mm 走行が1番手法塔から4番手法塔の側面にかけて広範囲に貼られ、手法塔の側面部から監首・監備部には 100mm へテーパーした。上艦板の原則部には1番手法塔側面から4番手法塔側面にかけて 230mm から 100mm 走行が貼られてた。 水栓部装甲から下部にかけて 150mm へと薄くなった。水栓下の弾薬こと、機関区の水密核壁には 45mm 装甲が貼られていた。本級の断面図。原則装甲の防御圧がわかる。肝胆防御は2層構造で上肝胆は 50mm、その下の主肝胆は水平部は 30mm で、 原則走行に接続する傾斜部が 50mm であった。天外と原則走行と接続する前後の隔壁の走行は、監守側は最大で 152mm、監備側は最大で 102mm であった。主砲塔の前立てには 270mm、側立ては 81mm、天外は 109mm の走行が張られた。その主砲塔のバーベット部も、 看板上は 270mm であった。15cm 速射砲を防御するケースメート部の装甲は最大で 152mm で天外部は 25mm であった。デアフリンガーは1914年に収益、1915年にドッカーバンク海戦に参加し、大英帝国海軍第一巡洋戦艦戦隊機関のライオンを大破させている。 1916年に収益したばかりのリュッツ王と、共に、スカゲラック海戦に参加、クイーンメリーとインビンシブルを撃沈したものの、交戦中に、時間も大口径鉄鋼弾を17発と複砲弾4発、被弾して大破し、約3000トンも浸水した。リュッツ王は大口径鉄鋼弾を24発被弾、航行能力を失い受沈した。3番艦のヒンデンブルクは、 建造期間を延長し、さらに強固な三脚牢状に射撃指揮所を設置、最大速力もわずかに向上している。1917年に収益。第一次世界大戦敗戦後にデアフリンガーとヒンデンブルクは英国に交流されたが、1919年にスカパフローで自陳した。ありがとうございます。